ニクラス・スンディンは、スウェーデン出身のヘビメタルミュージシャン、グラフィックデザイナー。ミュージシャンとしては、ダーク・トランキュリティ、レートラのギタリストとして有名。ダーク・トランキュリティでは作曲も多く手掛け、一部楽曲では作詞も行っていた。2016年から、家族との生活を重視するため、ライブ活動には参加しなくなり、アルバム、アトマのリリースに伴う、 ライブ活動が一段落し、新アルバムの制作が始まるタイミングである2020年3月にダークトランキルティを脱退した。脱退後は、後日のデザイン関連の仕事と新たに立ち上げたエレクトロニックミュージックプロジェクトのミトコンドリアルんで活動を続けるとしている。この他に複数のプロジェクトを行う予定があるとしている。また、インフレームスのセカンドアルバム、 ザジェスターレース楽曲の作詞にアンダース・フリーデントの共作で参加した。また、以降もアンダースのスウェーデン語の歌詞を英語に翻訳する手伝いをしていた。この他にグラフィックデザイナー、イラストレーターとしても活動しており、キャビンフィーバーメディアというデザインスタジオを設立し、活動している。イラストレーターとして、 ヨーロッパのヘビメタルバンドのアルバムジャケットを中心に多くの作品を手掛けている。ニクラスがジャケットのデザインを手掛けたバンドとしては、インフレームス、エターナルティアーズ・オブ・ソロー、アーチ・エネミー、ナイトレー・レイジセンテンスと、ナグルファーなどが挙げられる。ニクラスの主な使用機材は、ギブソンのギブソン・フェーデット・ SG とギブソン1983、フライング V、それから、 アイベネス IC400 である。また、これらに加えて、j n e w n e s SC-1、日 SC 本のギブソン・レポールズ、フェンダー・タロン・アイも使用している。ニクラスは、以前は、ロックトロンのラックセッチ型のカメレオンプリアンプを使用していた。ダークトランキュルティのシックスアルバム、ダメージ・ドーンに伴うツアーの後、ダークトランキュルティのギタリスト、マーティン・ヘンディクソンと揃って、 PB5150 とメサ、ブギデュアルレクティファイアプリアンプをベリンガー V、AMP にモデリングプロセッサースと共に使用するようになった。ナインスアルバム、ウィ t アーザ・ボイドのレコーディングでは、PB6505、イングル・パワーボール、そしてブゲラのアンプを使用していた。またニクラスは、メイヨンズ・ギターズベイゼスト・エンドーズ契約している。ABC 順、ありがとうございます。